ございます。今9時、めっちゃ寝ました。寝れた？寝れましたよ。爆睡で爆睡しました。朝ごはん、いい湯だ。昨日着いてすぐにいっぱい入ってご飯食べて、寝る前に大浴場に行ってで寝て、朝お部屋に入ってます。まりちゃんがインスタ撮影した後がレモンのジュース飲んだ後に、父さんこれ写真で掴んで夜まで持っていきましょうからだけど、昨日メールに捨てていいのって言ったら、あ、それは写真撮りますって言って、多分私より先にお風呂に入ってたやばい、ボケてきた。ありがとうございました。とも、キューブ、今から那須サファリパークに行きます。初めて車で動物園に行く。すごい楽しみ。自分の車で行けるのがすごいね。じゃあマリちゃんにカメラ渡します。よいしょ。野生の王国サファリパーク。車のまんま入れるんですね。おはようございます。おはようございます。こちらパンフレットです。結構動物が近づきまして、タイヤのパンク、ミラーの破損など増えております、はい、そういってしまった場合責任負えませんが、はい、大丈夫でしょうか。タイヤパンクした場合止まっちゃうんですか。あ、そうですね、一応中でスタッフが随時見てますので、スタッフの対応させていただきます。ありがとうございます。大丈夫です、はい、承知いたしました。で、草食動物の餌ですね、マイカーの中からあげることできます。買います。大人の方2名様なので、お会計が7100円になります。やばい。ありがとうございます。はい、お待たせしました。でかい餌がうんこみたい。放し飼い動物による傷、破損が多く発生しています。動物による傷、破損については保証ありませんので、あらかじめご了承ください。これ GPS の案内のガイドなんで、あの置いておいてください、はい、これからの、初めてこんなの。え、あ、え、かわいい。誰、見てかわいい。何こいつ、ホワイトライオンだって。ホワイトライオンではない。あ、これだ。私の名前はウフロンです。ウフロンで暮らしています。あ、私はホワイトライオン。ホワイトライオン寝てる。やばい。え、すごい寝方してる。足上げて寝てる。かわいい、かわいい、かわいい。超でかい。やばい、ここからがライオンの話し合いに来るじゃない。窓が開くまでお待ちください。開いて、これ勝手に開いた。絶対に今だ。いた、いた。ライオンゾーンだって。ここで来ているんです。え、かわいい、やばい。そこしか、ここじゃないですか。こんな近くである。怖い。でもはい、マリちゃん、スライオンが盛りするの。大きな谷に広がって、獣の動物の中で一番背が高い。キリンです。あれ、あ、エサあげてるじゃない？あ、いた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 。え、エサあげれるの？いたいたいた。止まってみるよ。これ。うわー。丈夫だから動物の中では一番。ちょっと待ってください。怖いですよ、トモさん。そうでない。キリンちゃん。心臓から頭まで。キリンちゃん。もう食べさせられすぎちゃったのかな。あ、こっち見てる、こっち見てる、こっち来た。こっち見て。キリンちゃん食べない。キリンです。残念。かわいい。ここからはたくさんの草食動物が暮らしているから、見逃さないでくださいね。あ、お腹いっぱいです。しかし注意事項を。うわ、うわ、聞かれないでね。やばい、追いかけられてる。誰これ？ロバって。いや、投げろって言われましたよ。でもこっちこっちこっち、ちょっと待って、面白い。いっぱい来た、いっぱい来た。
るの。クラクションを鳴らす。大丈夫だよ。窓やばい。窓がやばい。ちょっと待って。車ベタベタですよ。え、やばい。もうこれはウォーキングデッド。やばすぎ、ウォーキングデッド。ちょっと待って。ウォーキングロマン、ウォーキングロマン、あーやばい、いっぱい来た。でもやばい、見て、いっぱい来た。今の間に閉めないと。やばい、ちょっと前行こう。でももう餌ないっすよ。バイバーイ。かわいかったけど、待って待って、マリちゃんの窓見て。マリちゃん、やばい、走ってよ。ねえ、アルパカ、アルパカさんだけやばいかな。やばい、見てる、見てる。アルパカじゃない人にあげちゃってる。待って、シマウマ来た。シマウマ、シマウマちゃんにあげたい。シマウマ撮って、シマウマ撮って、撮ってます、撮ってます。ああ。めっちゃ噛んでましたよ、ガシガシ。でも壊れてないでしょ。面白すぎた。シカさんだって。クリスマスって感じ。え、こんにちは。キウイ。車の前にいらっしゃる。やばい。が車の前にいて進めます。え、だから牛の仲間の角をよく見ると。当ててる。やばい。やばい、動く。動いたら。はい。ちょっと待って。ああ。多分取れてます。かわいい。やばい。生デッドになった。かわいい。近い。ごめんね。あいつは何？何？なんか突進したのかな。何かされたのかな。でもめっちゃ可愛い色。いかがでしたか？出口。ウサギに直接餌をあげることのできる。ありがとうございます。ありがとうございます。昨日調べてきたかったお蕎麦屋さん、小倉。めっちゃいい感じの佇まい。小倉ってところ評価も高くて、どんなサイトでも3位以内ぐらいに入っていたので。順番待ちしてます。お蕎麦が来ました。いい感じ。同じお蕎麦。とろろ蕎麦だっけ。そうです、とろろそばです。超美味しそう。美味しそう。いただきます。めっちゃ美味しそう。いただきます。美味しすぎる。これは何だ。早いの。私並み下手ですね。完食。はい、美味しかった。結構お腹いっぱいです。じゃあ今から私たち帰ります。どうでしたサファリパーク。自分の車で入ってそのまま動物見れて帰れるっていうのが楽でいいなって思いました。便利なところで行っちゃう。動物も可愛かったですね。可愛かったね。こんな近いんだ。思ってた以上に近くまで来てくれるんだね。トモさんのフロントガラスとかベタベタになってるで。でも楽しかった。あとそばめっちゃ美味しかったね。美味しかったです。特に天ぷら、ほんとここのそば美味しかったな。コシがあった。私、うんうん、麺のコシ結構気にするタイプだから。へー、面白かったな今日一日。じゃあ皆さん、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。今言うんですか。これ締めだったんだ。これ締めだよ。バイバイ、お願いします。